塩コショウをやりました。はいはいはいですね。で次にフライパンの温めて、はい、で、にんにくみじん切りをしたやつです。はい、入れます。はい、はい、あ、すみません、はい、おかにして、はい、はい、で、こんな感じで炒めます。で、オリーブオイルを今日忘れていってしまいました、すみません。で、本来はここでオリーブオイルでニンニクを炒めます。そしたらお魚を入れます。はい、で、で、アクアパッツァってもともとイタリア の、 魚介類を煮込んだ、ブイヨンを使わないで煮込んだものを言うんですけれども、今日はこれに、トマトをザクザクっと切ったのを入れます。もう入れちゃいます。あと、今日しめじ、きのこを入れると体の中にタンパク質が取り込むのに吸収が良くなります。何のきのこでもいいです。今日はしめじを使います。たくさん入れます。全部こんな感じ。ちょっと今日もうザクザクと切ってきました。はい、で、ここにですね、あとここに調味料を入れるだけです。今日、だし汁って書いてありますけど、レシピの方にはお水を入れます。はい、ちょっと温度を上げますね。はい、で、お味噌、味噌を、毎日蒸しますけど、はい、ですね。で、ここに酒粕、小さじ1杯半ぐらい入れます。すごい酒粕のいい匂いがします。IH なもんだから少しくるくるとかって動かすとちょっと火が止まっちゃうので、
こんなですね。で、これをただ煮込んでいくだけなんですね。で、アクアパッツァ、白ワインを本当はというか、白ワインあれば一番いいんですけど、白ワインをわざわざ買ってくる必要はないので、日本酒であるとか、調味料、酒とかで全然大丈夫ですので、これを大さじ1杯分ぐらい。ワインとか好きな方はもうちょっと入れてもね、風味が出てきて美味しいかなと思います。はい。で、あとこれをじくじくと。で、これだけだと味が薄いので、めんつゆを入れます。結構めんつゆ入れると。このフライパンだとだいたい3倍ぐらい。あ、濃縮の倍数ももちろんありますけど。これは、ですね、何倍だ ?1 対2ぐらい、2倍に薄めるタイプです。はい、で、あとこれをじくじくじくと。魚に火が通るので。で、フライパンの蓋を実は忘れてきてしまったと。こんな感じですね。はい。で、一品目はこんな感じで。こんな感じですね。はい。はい。で、これをもう煮込んでいくだけです。はい。で、1品目はこんな感じで、あと、フライパンがやってくれるので、このまま、ほっといます。はい。はい。では、ちょっとこの辺、一旦、片付けますね。はい。あ、すいません。ありがとうございます。はい。次にこれです。ちょっと見にくいですね。お稲荷さん、この感じですね。はい、ラップいっぱい、ラップいっぱいでちょっと見にくいですね。はい、大丈夫ですよ。これはここはもういらないので、はい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 、大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、ちょっと中身が見えないので、ちょっとこれラップ取りますね。はい、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 卵も飾ります。はい、はい、そうめんの上に具を乗せる感じで、お家で好きなもの、残ったものであるとかっていうのを入れていただければいいと思います。はい。はい。で、すごくオクラが綺麗で美味しそうだったので、今日はオクラときゅうりと、薬味を、好きな薬味を入れていただいて、こんな感じ。こんな感じですね。はい。キュウリと、オーブンと、はい。はい。こんな感じですね。トマトですね。はい。これらを、そうめんの中に入れていく。はい、そうめんの中じゃない、お稲荷さんの皮の中に入れていくということで、皆さん余ったそうめんってどうしてますかね。そのまままた
次の日食べたりとか、ビュンビュンにして食べたりとかしますかね。で、今日はもう茹で上がってるそうめんを、こんな感じですね。はい。これを詰めていく。で、お稲荷さん、もう味付いてるお稲荷さんありますよね。あれに、もう、こんな感じで、クリクリッとしたやつを。詰めて。こんな感じですね。詰めていきます。はい。面白いですよ。茹で上がったとき、一個ずつクリクリクリってしてあげるとポンポンポンって簡単に入れられるので、でこれは何で食べるかというと、めんつゆで、あと召し上がる。よいしょ。あと、チーズを入れたりとか、ツナ缶であるとか、少しタンパク質と言われるものを一緒に入れてあげるとよりいいかなと思います。食欲ない時って結構味の濃いものを食べたりすると、食欲出てくるということもありますので、ちょっといつもより少し塩分多めかなっていう感じでも OK かなと思います。ただただこれを詰めて、なんか、レーサー、好きな具材を乗せるだけなんですけど、もう一個ぐらい入れますかね。はい、で割とそうめんは固めに茹でてあげた方がいいかなと思います。こんな感じです。で、これに、アクアパッツァがすごいいい香りしてきました。酒粕の香りがすごくいいですね。酒粕がポイントですよね。なんかオクラはなんかこう星型っていうか、みんな見えますかね。星、こんな七夕にとってもいいかなと思います。ちょうど星型になってる、ね、はい。色合いも黄色と赤とこんな感じで、ね、また茹でした卵、それになんか絵とかって書いた感じで、ごまをプチプチって入れてみたりとかですね。
ここでなんかセンスをセンスのなさがバレバレですが、なんか可愛らしくも、うん、いけると、うん、大葉も美味しいですよね。なんかやっぱり赤が入ると食欲が増す感じですね。こんな感じです。ですね。はい。で、これはもう。で、あとこちらが、魚がまだちょっと見えてないんですが。すごい匂いがいいですこんな感じで、はい、はい、蓋を持ってくるのを忘れてしまったので、ちょっと今日はパタ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 朝からしてたので、なおチェックが甘かったですね。アジとかもすごくこの酒粕とあってですね、美味しくできました。で、貝類なんかも入れるとなお味が、美味しい味も出てくるので、これから庄内だと岩牡蠣が、夏の牡蠣が本当美味しくなりますので、ただ生がね、生の方が本当美味しいのでもったいないので、煮るのはどうかなと思いますけどね。まあいろんな食材を入れて、でこんな感じですね、はい、とってもフライパン一つで簡単にできますので、魚って割と皆さん敬遠しがちなんですけれども、この時期こういった形で簡単にできますので、でもし魚あれだ、買い行くのも大変だとかっていう時は缶詰ありますよね。それを今のトマトとかキノコであるとかっていうことで、こういった形で煮ると、すごく、
もう缶詰自体が火が通っててそのまま食べれるわけなんですけど、ちょっと一工夫でより栄養が吸収しやすくなりますので、そのような食べ方をするといいかななんて思います。はい、で今日は本当30分もかからないお料理で、ただ茹でて詰めるだけ、ただ焼く煮るだけということで、一応1時間の枠で取ってもらってるんですけれども、今日はこれでお料理の方は終わりなんですね。はい、で今日はちょっといろんな学会とかぶってなかなかズームで参加という方もいらっしゃらないかな、ですね、ということでライブ配信はしてますので、ぜひアクセスしていただければと思います。はい、ありがとうございます。こちらの動画、今までの第1弾から第4弾までは株式会社トヨミチャンネル YouTube チャンネルに全部載ってありますので、今までのお料理も見てみたいなという方は、うん、株式会社トヨミで検索していただいて YouTube チャンネルの方もぜひチェックしてください。このライブ配信もやりながら改善しながらやっているので、きっとそのこう流れも面白く見てもらえたら嬉しいなと思います。はい。はい、では次回は7月の、11日、そうですね、土曜日に、はい、10時から配信。はい、また、ズームで、小川さんと一緒にお話ししながら、参加したいなという方もお受けいたしております。イベントページ、Facebook の方で立ち上げますので、もしよかったらそちらもご覧ください。はいはい、では、次も夏にあった、はい、美味しいやつ、はい、食欲が増すお料理を考えておりますので、夏バテしますからね、はい、そうですね、はい、はい、じゃ今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、終わります。はい、これ食べれる。